い、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうぜ。やる。はい、今日の動画は何でしょう。漫画アニメ大会クイズ。なんうわー、なにうわー、ちょっとタイトルないなと思って、うん、いきなり落ち込んでいく。大会クイズって何、うわーって、なんか落ち着いてないじゃない。まあ要はあの武道大会みたいなやつあるじゃないですか。あ、あるあるある。武道大会の名前だけ聞いて何の作品か当てていただくというクイズですね。あ、なるほどね。そうか、まあ武道、まあ、うん、そういう大会、いろんな、はいはいはい、いろんな大会あるから、武術だけに関わらずね、いろんな大会、はい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 、まあスポーツもね、あるしね、あるしね、いろいろあるよね。うんうん、あー、なるほど。そういうことか。聞いたらわかるけど、うん、だから何とはなるね。そうだからちょっとサムネタイトルは考えなきゃいけないですね、これは。難しいね。サムネ難しいね。大会っていう映画難しいもんね。大会いらないもんね。難しいよね。トーナメントとかね、はい、よく使われるけど。はいはい、なんちゃらトーナメントとか、うん、あるね、あるね、うん、はい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 、結構あるか、はい、まあそのなんじゃない、いっぱい、ね、スポーツもいけんでしょ、スポーツも、スポーツもあるかもしれない、かも、はい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 、うん、はい、やってみましょう。こちら、お願いします。はいはいはい、なるほどね。まあこれはね、天下一武道会、天下一武道会、うん、では、K さん、ワン、ドラゴンボール、うん、大志さん、はい、ドラゴンボール正解です。はい、はい、まあ一番有名じゃない、大会って言ったらもうこれしかないんじゃない。しかではないです。そしたらもう今日終わりなんで、動画2分で終わりです。あるある、これしかないんじゃない、他もあんのよ、あるよ、他もあるかな、思いつかないな。まあ一番マックス有名だね、これが、うん、これがやっぱ有名、ね、有名だよね、うん、もうこっから始まってんじゃないぐらいじゃない、もう天下一武道会から。俺だけだよ、だからないよ、もうこだわるな、うん、これだけに、やっぱりこれしかない、うん、これしかない。じゃあ2問目も同じ問題で、そしたら、うん、じゃあ次こちらっつって展開する動画になっちゃう。そしたらね、だからその可能性もちょっと疑ってるよ、うん、今のところ疑ってんの、うん、優秀だぞ、うちのサッカーは。では次、はい、こちら、はい、違った、ほら、よかった、あったよ。違いました。超人オリンピック、うん、超人オリンピックって聞いたことないかも、俺。何これ、見たことないじゃん。 でもあれだよね、推測で答えちゃダメなの、うん、もう分かってなきゃダメ、ダメにしましょう、今日は。え、クイズって大体推測ありじゃん。しかもそれさじ加減じゃん、自分でこれは推測出したってさ、手あげるの、そでも言っちゃったんだから、今高橋さん言っちゃったけど、言っちゃったけど、え、大体それありでやるじゃん、クイズって普通。何それ、勘もありじゃん。分かんないわ。始まった。分かんない。始まったって言われてるよ。ってこと当ててくるな。もうこれかな、でもこれか。これかの時は。これかの。でもこれが、これにこれ出てきたっけ？いや違う気がするぞ。だいぶ熱い。これしか分かんないよ。あれこれパチンコみたいな。パチンコみたいな。わかんないな、あのこれかが来た時はだいぶ熱い。これか、シャイン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 、学に入ってんの今。今リーチやから、シャイ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 みたいな。ボタン連打しろみたいになってる今。はい、ではケイさん、バン、キン肉マン、うん、タガシさん、うん、同じくキン肉マン、正解。おお、やっぱ超人だからか、ね、そうですね、筋肉マン、ね、うん、うんうんうん、超人オリンピック、はい、これ今超人から推測したにもした人にも1点入るの、うん、まあでも言わなかったら分かんない、タダさん言っちゃったからね、多分言っちゃったからね。いやいや、だってまさかそんな罠あると思わないじゃん。だって急に今日推測 NG ですみたいな、知識を取ってんだ、ただいやいや、知識なのこれ、今まで知識でやってた、うちのチャンネル。いやそうですよ、大体勘でやってなかった。じゃあもうこのおじさん、グラサおじさんなんてほとんど勘でやってない。いや、わかんないなーって言って、大体当てるとき、ありますよ、このおじさんは大体。大体それで正解してますから、この人。いや、わかってるから、わかってるから、それは。あ、なに？あ、ついに。ブラフ？ブラフってこと？ブラフって時もあるから。うわ、うわ、やば。ブラフの意味あんまないけどね。まあ、相手を惑わせるっていうのはあんのか。あ、油断させるっていうね。うん。
なんだ俺もすぐ分かるよの方が相手焦ってイメージあるけどな、いつも高橋さん確かに本当だよブラフ下手だよ、だとしたらでは次、こちら、はい、暗黒武術会、あれ、あれでいいんだよな、これがこれでしょ、やべえ、ちょっと自信ない、あれ、はい、そっか、あっちもあるのか、なんかいっぱいあるか、あ、やべえ、分かんなくなってきた、いっぱいあったら、もしかしたら あっちもあるか、なそれも調べてね、正解って可能性もある、あっちもあるか、暗黒武術会、いや、でも、はい、うん、まあ一旦はい、あんまり自信ないけど、あ、分かんなくなっちゃった、はい、では、Kさん、はい、バーン、ハンター、ハンター、あら、やばいかも、タヤさん、そう、そっちもあるかって、幽遊白書、いや、そうだよ、それ正解は、幽遊白書です、うおー、幽白、幽白強い、やったー、うわー、あれハンターでやってるあれはなんて言うんだ、次問題出るかもしれない、ね、かもしれないよ、マイナス2点だよ、そしたら出たら、出たらマイナス2点だよ、でも気になるから、いや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 、我慢しろよ30分以内で終わんだから、この動画、いや、ハンターがなんだっけ30分以内ぐらいで、あれあるじゃん、あれで戦うやつ、あれ出るって、え、出る、次ヒントになっちゃってるよ、それ俺に対する、次出るか分かんないです、はい、ねえ、うわ、気になるじゃん我慢しろって、2点差下げようから、2点差下げようかな、いや、2点差下げんだよ、そんなのにどっちかじゃんけんで負けた方の2点差下げれば、うん、じゃあ K さん、なんでなんで、じゃんけんで負けた方の2点差下げる、なんで俺巻き込み事故食らってる、気になるでしょ、気になるでしょ、気になるけど別に俺我慢できるから、その気になるもう今何分か撮ってんだから、あと20分ぐらいで分かるよ、出たら、あ、そう、で終わってから検索すればいいんだからなんで俺マイナス2点巻き込まれなきゃいけないの、俺、次行こう、じゃあ次、こちら、はい、あれあれ、バトルシティ、バトルシティ、あれ、ちょっと待って、なんかあんのかな、俺が思ってる以外にも、あれ、ちょっと待って、これかな、あれこれじゃない、あれ、待って、やばいかも、なんか高橋さんが挙動がおかしいよね、うん、挙動がおかしくなってる、俺が今、ね、あれってなってあれっつってた、俺、あれっつってたあれ、これで、ちょっと待って、バトルシティ、はい、はい、Kさん、はい、バーン、遊戯王、あ、やべ、高橋さんハンター、ハンター正解は、遊戯王ですやってる、いや、だから俺挙動がおかしかったあれ、そうそう、あの、そういう振りでもうハンター、ハンター出とるやんって俺思クスクスしてんのに、二人とも全然クスクスしないからあれっていう挙動不審ですえ、いや、そういう今挙動おかしかったね挙動おかしかったな振ってすげえ、そのでいつ出るか分かんないですよって言って、もうすぐ出て、うん、まあ、すぐ出とるやんのノリかと思って一人でクスクスし してたら全然二人がそんな様子ないからだからなんかあれあれってなってたいや恥ずかった今恥ずかったね、今の一人挙動不審、恥ずかしかったね今、恥ずいね、あれってバトルシティか、そうか、遊戯王か、やべ、なんかごっちゃになったわ、やべやべ、遊戯王のあのマリク編の時のやつですね、はいはいはい、そう、バトルシティ編、街中でね、はい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 、バトルシティ編って響きだけ覚えてて、あれ、デュエルなんとかっていう、あの腕につけるやつ か、 そうだよね、はい、うん、デュエルディスクだ、デュエルディスク、うん、ああそうか、あれでもハンターもなんとかシティ編、バトルなんとか編となんとかシティ編やなかったっけ、やべなんかそれがごっちゃになっちゃったのか、なんだろう、なんかグリードアイランド編、グリードアイランド編じゃない、あれなんとかシティじゃなかったっけ、あれ、あーヨークシティ、ヨークシティだっけ、クラピカ編ね、ああオークションのやつ、ああそれか、なんかその辺がごっちゃになっちゃった、さあもったいないって、今のはちょっと恥ずかしいな、さっき2点捧げさせとけばこんなことにはならなかった捧げさせとけだって俺それ巻き込まれたかもしれないでしょ俺が下手したら今もうマイナス2くらってるかもしれないでは次、はい、どちら、何、校内ランキング戦、まあ、これはちょっとね他にもあるかもですが、はい、では Q さん、バーン、ちょっと待って、テニプリ、テニスの俺様、高橋、はい、さん、はい、テニプリ、テニス王子様、わかった、正解、テニス王子様、うん、ああ、おお、わかったんだね、なんか今思ったけど、こんなことやるのテニプリぐらいだなって思ってこんなことやるなんかあんまりスポーツ漫画ってやる、こういうの、うん、やるか、まあ、でも大体あんま校内がないか、大体チーム戦じゃん、うん、なんか個人戦で校内ランキングテニスぐらいだなと思って、これいいよね、校内があんまないか、確かにね、うん、
あんまないよね、なんかランキング校内練習試合みたいなのありそうだけど、うん、校内ランキング戦、個人戦ってことだから。確かにバスケはないしなとかね、そうなんかサッカーはないしな、野球ないしと思ったら出ました。うん、では次こちら、はい、天空闘技場。あれこれだよね、これだよね、天空闘技場、ね、まあ、今日動画おかしい、高橋さん。あれちょっとこの回すごい俺挙動がやばい人なんだけどあれちょっと待って、もう分かんなくなってきて怖いな。これ結構むずいな、今日のクイズ。意外と天空闘技場ってなんだ。え、これでしょ挙動やば。天空闘技場。はいはいはい、ケイさん、バーン、ハンターハンター。うん、いいよ、さん、ハンターハンター。正解、ハンターハンターです。おい、いやいや、もっとクスクスしてよ。いや、これ、え、どこ、これが何、あの、念使って戦うとこ。初めて念、ね、覚えたところ、ね、最初のところだよね、そのね、うん、で、念使ってなんかの登録して、はいはいはい、レベルが上がっていって、最後、なんかひそか戦うとこ。ひそか戦ったっけな。ひそか戦うよね。じゃあ戦ってる、なんかヤバすぎるこいつみたいななかったっけ。あれそれがここか、ここか、天空闘技場。あれ天空闘技場っていうのか。はいはいはい。では次、はい、こちらシャーマンファイト。もう入ってる、うん、シャーマンって入ってるよ。これでこれじゃなかったらもうびっくりよ。うん、読んだことはないけども。そうね、読んだことはないけどこれだろうねえ、うん、入ってるもんね、うん、シャーマンファイト。ではケイさん、バーン、シャーマンキング。うん、タヤシさん、はい、シャーマンキング。正解です。はい、基本シャーマンファイトがまあ全体の話ですね。まあまあ、うん、あ、そうなの？どういうこと？何巻からかは。この戦いのこれ何する大会なの？すんげーシャーマン決めんじゃないっけ？すんげーシャーマン決める。そのシャーマンがわかんねえわ。シャーマンキングおもろいですか？ね。あ、やっぱシャーマンの頂点を決めると。おお。では次こちら。うわ、なんか投げ。何？魔晶石破壊バトルトーナメント。なんだこれ。なんだ、魔晶石破壊、魔晶石って何だ。クリスタルっていうのかな。まあ、クリスタルこれは中の話。うん、まあまあまあ、でも一応こういうトーナメントはあるって感じかな。大会名かちょっとあれかもしれないですが。ほうほうほう。クリスタル、でもなんか俺これ読んだことある気がするぞ。気のせいか。クリスタル破壊みたいな展開あったよね、なんか。あれなんだっけ、なんか読んだことありそうで出てこない。なんかの選抜試験のまあ一部のコーナーみたいな感じですかね。まあ、一部の対戦方法というかね。なるほどなるほど。聞いたことないな。なんだ。俺なんか聞いたことあるよ。あるの？マウント取って。俺ある。俺はあるけどね。どこで聞いた？聞いたことあるってことは、ね、これが答え出ても知識の可能性はあると。うん、そうそう、うん、ちゃんと知識で答えられる。その知識判定員がいいんだよな。宣言しなきゃいけない。知識かどうかっていう。わかんないんだけど。割と最近？最近。そうなのかな。どうなんだろう。もう最近。まあ古くはない。そうじゃん。まあ古くはないってことはね。ってことか。いや違うかもな。ちょっとわかんねえ、ダメだ。はい。勘。勘？ちょっと待って、怖っ。勘ってことは当たっても怪しいですね。いや怖いな、判定員は知識。怖いの知識。ああ、そうですね。いやいや、全然知らないじゃん、だってこの人。いや知らないで書いてんだったら、だって勘だよ、それって。そういうことを勘って読むんだから。ね、知らないけど、なんとなく引くっていうのが勘ですから。うん。ね、知識だよ、知識。でも知識なの？うん。知識。いや、俺はだから正直で、じゃあ俺、君と上級者だけど、正直に勘って言ったら、勘ってきたよ。いや、勘って言っちゃダメだよ、だって。判定員すごかったけど、もう、すんごいこっちに、勘はい。では、大志さん。はい。マッシュル。Q さん。バーン、ヒロアカ。正解は、ブラッククローバーでした。うん、全然違ったよ。あこの人はこれどうなの、計算の。これ知識？それ知識が間違ってたってわけだからね。そうだね。知識間違ってたから。いやいや、勘が違ったんだろ。勘が違う。間違った知識で覚えてたってことだから。いや覚えてたの？計算はそう覚えてたからね。あ、覚えてたのね、そう。そう、間違った知識で覚えちゃった。うん。そう。
勘が違っただけだろ。何なんだこの言い張るの知識だって言い張るやつと知識だよねっていう人、うん、何これでは次こちら、はい、クッキングフェス。クッキングフェス、もうやっぱあれな、ちょっと待って、これジャンプ以外もある。今のところジャンプだよね。あ、違うか。あ、ジャンプだ。ジャンプ以外もありますね。え、これクッキングって入ってるけど、トーナメントあんの、あの作品、あの作品トーナメントあんの大会。ジャンプ縛りにしてた覚えはないけど、どうでしょう。結果ジャンプ、まあ、ジャンプが多いか、こういうのは。わかんないですよ。え、あの作品ある、こ大会みたいな。シャーマンに関してはね、今ジャンプじゃないですか。あ、今やってんの。まだ続いてるかな、多分。で、他に講談社に移動したんですよ。知らなかったわ、それ。おもろいよね。へぇ、そんなこともあんのよね。ねえ、もうわかんないけど、もうさすがにあれを書く勇気ないな。知識あれ、今のなんか怪しかったね。違う、だから、違う、知識ね、知識で挑んでるわけですね。2個知識があって、そのどっち出すかって話、うん、で片っぽは違うかなと思って、うん、こっち、うん、そう、ね、知識、うんうん、いいのかその知識は、うん、うわ、なんだそれがダメならさっきのもダメだろ、ケイさん。ケイさんは知識だよね。ケイさんは知識。いや、ケイさんに、だからそれはもう考え間違えるだろはい、じゃあケイさん、はい、まあ、トリコ。タヤシさん、うん、トリコ。正解です、トリコ。おー、合ってたー。クッキングパパかと思ったんだけど、クッキングパパそんななんかバチバチの大会ないよなと思って。知らないけど、あるかもしんないけど、読んだことないから。あれのケースもあるからね、もう一個ね。あー、食べる方。うん、食べる方で伏せたけど出ないだろ、おいしんぼは。ないよ、おいしんぼに大会とか。なんか知んないけど今マイナス2点を避けて伏せたけどこれ今僕が探し出してあったら、あって出したらマイナス2点ですからね。いやそんなパターンの陥れられてるよ、完全にマイナス2点はもう俺に絶対つけようとするやつ。じゃあ次こちら、はい、あ、何、世界一強いのダラデダ大会。何、強い、強いじゃなくて強い、は、何それ、何、世界一強いのだ、なんかふざけてんな。ふざけてって、ふざけて、別にふざけてあるけどねなんか違うよ、 お前舐めてんのかってことじゃない、そっちのあのおいオラの方じゃなくてネーミングがふざけてるじゃん何これ。だからなんかそういうギャグ系か。確かにふざけてるな。ねえ、別にオラついてるわけじゃなくてね、俺らが。おい、てめえふざけてんのかの方じゃなくて。何これ。すごいの誰だ。まあこれで言ってみる。まあジャンプです。うん、じゃあこれかな。はい。ケイさん。バン。銀玉。うわあ、銀玉もありそう。高橋さん。はい。ボーボーボー。違います。おお、違う。違う。どうしますか、もう一回行く、もう一回行こうか。いや、もう一回行きたいけど、ちょっともうないよ、あれが、タクが。なんかヒントもらおうか。うん、どんなヒントがいい。まあまあ、こういう路線、ギャグ路線ってことでいい。うわーなー、まあそうなのかな。あ、ギャグなのかな。そういう感じ。あー、でもそれもヒントだよね、うん、だから、ボーボーボーはもう完全ギャグ漫画だけど。で、これかな、なのかな、なの。いいとこ。タクあんのかい、タクあんのかい。まあ、バトル漫画ってイメージだね、けど。はい、バトルでもない。え、なんだじゃあ。いや、どうだろうね、なんて言うんでしょうっていう感じなんだ。うん、で一応書きました。あ、知識だね、早いね、知識の速さ。あ、でもギャグ漫画だってですね、一応ギャグ漫画と書かれてるんで、まあギャグ漫画ではあるのかな。うん、じゃあ、たくないって言ってたけど、知識だったら速さが知識やが速さとはすなわち知識である。知識であるよ。そうなの。だって知識の速さじゃん一回間違ってるけどね知識間違ってるからやっぱね、知識の入れ替えが大事。知識の入れ替えが大事だから。知識の入れ替えがやっぱ入れ替えって大事だから。空気の入れ替えも大事だしさ、ね、あとうまい、大事なんだ。空気の入れ替えも大事だしさ、うまい、うん、うまい何にもうまくないけど今の。静岡の空気とかはうまいよね、美味しいよねっていう、うん、空気がうまいって言った話
うまい、空気がうまいの、うまいって言ったの。うまいよ、それうまい。うまいうまい。うまいなんだ、なんだ、じゃじゃ、好き同士か、お前ら。楽しそうに、お互いのことを褒め合って。ちょっと待って、わかんない、何これ。ギャグっちゃギャグなの。何これ。ああ、でもこれギャグだよな。まあでも無理だ、わかんねえわ、はい。わかんない。完全。元はちょっと怪しいね、知識じゃなさそう。やべ、やべ、そうだね。正直に、正直に言っちゃいけないんだった、今日。なんか知んないけど。はい、わかった、これです。はい、これです、絶対。知識です。うん、はい、では、K さん。バーン。あらちゃん。たかし。うわ、ぽいか。バーン。たけし、世紀末リーダーでたけし。正解はドクタースランプです。正解アライちゃんです。やばい、うわ知識、マジか、ちょっとぜ、確かに早かったもんな、異常にたくないって言ってからの、これが知識、あこれだとか言ってこれが知識なの、ぜこれ知識だろたくないところから生み出してるから、それも知識じゃないんじゃないのそれ、うん、知識だね、うん、知識なんだ、たくないって言ってたけど。では次ラストでいいかな。はい、ラスト、はい、こちらえギャラクシアンウォーズと読みます。ギャラクシアンウォーズ、ほう、あるトーナメントらしいですね、こういう名前の戦争というよりも、はあ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 、まあ、あるものをかけたトーナメント。うん、えこれじゃないの、え、ちょっと待って、そんな簡単、あるものをかけたトーナメント、あ、でもこっちか、こっちかってことはあるのかな、知識って、まあ、あるかいやいや、厳しいのよこっち、こっちのその知識判定が厳しいのよそっちがもうあの両思いのせいで好きでやってるそうそうそう、そっちがもう甘々なのよ判定がこっちなのよ、こっちだけ厳しいの判定がねだよねとか言って、静岡の空気美味しいよねとか言ってんのよそっちこっち全然、こっち全然そんなことない、知識かそれはってすごい来るのそっちバカなの会話がうん、ちょっと、ちょっとわかんないな、わかんないって言ってますよ、ほらわかんないって言ってますよ、わかんない、わかんないなりの知識、なりの知識あそれはあるよね、いやいやいや、じゃあ俺もそれです俺もそれね、それはすごいよねやばマジで付き合ってんのかお前なんかよ、うん、ちょっとはい書きましたそっちが、はい、高橋さんも書けた、うん、書いた、はい、では高橋さん、はい、バーセイントセイヤ、セイントセイヤ、うん、ケイさん、バーンガンダム、ガンダム、ざっくりしてるね正解はセイントセイヤです。おお知識当たんのか、じゃあこれは知識やった、あでもまあ感の発言もあったからちょっと一回信じ入るかいいよ入んなくて、いい、お当たったんだからいいでしょ、なるほどねうん、はい、ということでどっち、俺意外といい勝負じゃん、あれ俺は8か、俺も8かな、1、2、3、お、8? 1、2、4、5、6、3、4、8やった、もう1問じゃあ最後やる、8か7、8、うん、8だ、お、同点、うん、じゃああと1点出す、早押しにする、早押し、あ、出た、早押しにする、リモートで早押しというマジで意味のわかんないルール、早押しでいい、じゃあじゃあそうする、いいよ、わかるかね、はいはい、佐藤さんに耳に届くのが時差あんだってはいはい、でも電波状況もハイハイスタイルでしょ、はいはい、だ電波状況の有利不利もあるからこれだから俺はこれですって言った瞬間入って言った方がまあ早いよねはいはい、うんうん、では次いきます、こちらです、はい、はい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 まどまぎ、違います、はいはい、誘惑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 、正解、これは知識、これは知ってた、これは知ってた、誘惑2個出てるというね、はいはいはい、誘惑そういうの多いんだね、多いね、確かにね、大会結構大会だよね、誘惑ね、戦いが結構大会だ、うんうんうん窓まり
そんななかっただろ。そんな前向きにみんなやってなかったよ。みんなね、よっしゃじゃあ大会勝つぞみたいなテンションじゃないよ、みんな命がけでやってたよ、世界守るために。なんか命がけでやって闇落ちしちゃってんだから、大変、もっと大変だよ。みんなで大会出ようみたいな、なんだそいつ、みんなで大会出ようみたいな、誰だそいつは、ね、窓かか、そう主人公言ってたじゃん、ね、窓かフラフラしてんな、あ言ってたかもしれないな、世紀を感じられないな、その窓かステーキ、世紀は感じられない元から言ったじゃん、世紀、あ世紀、世紀を感じられないって言ったの、ステーキ感じられない、ステーキ感じられる人いる？今の知識？知識？知識だ。何と？何と？ステーキ感じられる。どれだ？ステーキ感じられるは知識でもいいよ。知識ってどういうことだよ？ステーキ感じられるってやつね。知識もう知識判定がもうバグってるって。エラー起きてる。知識判定センサーがバグってるって。はい。面白い。はい、ここまでです。最後に聞いていただきありがとう。ぜひチャンネル登録お願いします。はい、次を見てください。よしもとしもってなって知識がどうかもいいです。僕たちお願いします海賊団と申します。